TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE。 クリス・ペプラーです。今日は8月30日、時刻は5時7分ですが、結構やっぱり日の入りが早まった感じがしますよね。もう、5時でやっぱり夕方感満載みたいな感じで、ちょっと前だとだいたい7時ぐらいまで明るさは残ってたような感じですが、だいたいもう今6時ぐらいでね、ちょっと暗くなるかなという、日の入りだいたい6時近辺かなという感じがしますけれども、なんかやっぱり寂しいですよね、なんか夏の終わりっていうのは。でも暑さは半端なかったですよね、ここ数日間の猛暑は。僕は結構ね、夏大好きで、うだるような暑さの夏って結構平気なんです。でも昨日はやばかったですね、本当に。ちょっとこれは尋常じゃないなという感じがいたしますので、まだまだ猛暑続くと思いますのでね、皆さん気をつけていただきたいと思います。さあ、それでは、そうなんです、8月最後の、まあ一応夏最後の TOKYO HOT 100 トップ5をチェックしましょう。5位はクロー Still Here。 先週4位から Still Here とはならず、一歩後退で今週は5位。4位は Zed and Jasmine Thompson Funny。 先週3位まで上昇したこの曲、こちらも一歩後退で今週は4位。3位は Billie Eilish My Future。 一歩後退ナンバーが3曲続きます。先週トップ目前につけてたビリー・アイリッシュ、今週は3位。2位はビーバ・ドゥービー Care。 フィリピン・マニラ生まれ、ロンドン育ち、ビー・クリスティによるソロプロジェクトビーバ・ドゥービー、オンエアとボートを稼いで先週5位から一気にトップ目前。では最新の TOKYO HOT 100、 一番てっぺんにいるのは、カンデン、米津動かず。ニューアルバムのセールスポイントやサブスクも絶好調。これでレディーガガのレインオンミーと並び、今年最高のナンバーワン記録、通算6週目の1位です。セゾンカー TOKYO HOT 100 No.1 Once Again、 米津玄師、カンデン。はい、いかがだったでしょうか。さあ、次回 TOKYO HOT 100は一応秋一番の TOKYO ということで、9月6日100曲カウントダウンに加え、ゲストは竹内アンナさん、持ち込みレコメンはライターの須澤奈美さんです。どうぞお楽しみに。 J-WAVE Podcasting TOKYO HOT 100